体型は縦一列、青番周回2センターから4コーナーに向かいます。人気の中心は1番の山原、現在は4番手、対抗格3番の奥井がまずは前からの組み立てです。奥井の後ろには5番車の止めがつけて、この後ろには2番の田中、残りは800を切りました。さあ4番手1番の山原、少し前と車間を切っておりますでしょうか。6番手には4番の野本、しんがりが6番の林です。さあ各選手位置取りが決まって動きがありません。ジャン前2コーナーからバック、前で待つのが3番の奥井です。追走が5番の止め、3番手には2番の田中、さあ4番手車間を開けつつ1番の山原が出るタイミングを伺ってまいりますでしょうか。さあこのまま前で3番の奥井がかける展開となりました。さあグッドペースが上がっていく、残り400を切って1コーナーに向かうところ、飛ばしていくのが3番の奥井、さあ縦長の展開となりました。2番手が5番の戸辺、3番手には2番の田中舞、さあそして4番手2コーナー、ここでまくっていきました。1番の山原、4番手3番手まで上がってくる。さあ1番の山原のスピードがいいか、ここでまくり切って1番の山原が先頭に変わる。あとは2番手内に5番の戸辺、アウトが7番の細田が続いていって4コーナーを回ってくる。先頭は1番の山原、番手からは7番の細田、1番山原先頭で五輪。